そんな感じです顧客数の増やし方いきたいと思いますめちゃ簡単に言ってますけれども全部やったらちゃんと分かりますよお願いしますお願いしますコツ まず、新規集客うまくいかへんたち、認知度ありませんから、認知度あんのかって話していきたいと思います。その市場のところに、自分たちの広告がどれだけの人たち見られてんのかっていうですね、ホームページなんかは特にわかりやすいですけれども、どんだけアクセスありましたかとかやつですね。アクセスがないのであれば、もう広告の内容を書いても無駄ああ。アクセス集めて。で、アクセスを、 集めるための施策っていうのがありますけれどもこれは事前チャンネルやってんのかかどうかって話です要するにブログとかツイッターとか自分たちのお店の紹介をしているような プレスみたいなのがあるかどうかって話をちょっと僕は聞いていきたいと思いますけれども、これないのに反応率叩き出そうと思うのであればですね、ちょっと時間かかりますね。経費かかりますし、一か八かになりますよね。え、二つ目、ホームページ、ウェブ広告の反応内、やめちまいなって話ですね。はい。これはあのね、えっと、やめちまいなっていうのはですね、さっきの経費の話ですけれども、反応出てへんのに出し続けていますよね。PPC 広告やってんのに全然反応率上がっていかない。やめちゃいな。 うん、チャイナまで行っちゃいな、うん、<laughs> 3つ目紹介システムの採用これ経費かかりませんからで紹介をしていただく人たちにちゃんと紹介をしていただいた時のお礼を考えておいてくださいでこれはできるだけお金に関するものではない方がいいというデータが出ています 例えば商品を1個あげるとかですねなんか値引きをしていくということよりも何か商品を1個つけてあげるとかあですねなんか MSD でももう今回なくなっちゃったのかどうか知らないですけれども7つポイントがたまったりするとメンターに体験できるとかあったんですかはいいつの間にかなくなっちゃいましたけれどもはいあるんですかないんですか知らないんですけれどもまあいいです紹介システムの採用ですね い何人紹介してもらったら100万円があなたの枕元にやってきますとか出てたやつですね。はいいいですねさっきの家の話なんかもこれ全然みんな使わないですけれどもよろしいですか使わないですけれども例えば3軒建ててくれる人たちや3軒建ててくれちゃう人紹介をしていただけたら一軒無料プレゼントとかですね、はい、屋,根付き家屋根付きの家をプレゼントいたしますとか。はいあ 家は屋根ついてんのかとオプションで「屋根つけます」とかねはい <laughs> ええ言って言うてますけれどもでもねめっちゃみんな笑ってますけどみんなこんなのやりと見たことあります紹介で何,げ何人紹介してくれたらもうその人が制約するとかせえへんとか全く関係なく何せ紹介してくれたら家一軒もう一軒プレゼントしますよどう、うん、でけへんやろ ででもこれはオファーですよ、はい、僕がもし工務店経営やるんやったら多分ここにいる10年20年選手よりもめちゃくちゃ早く売り上げられ上げられますねなぜならお客に近いから僕は今家を建てたいんですでもね家を建ててくれる人たちがいないんです予算はなんぼでもなす5億だっていい、うん、西麻布住んでますけれどもはい 家建てようと思ったらね最低2億なかったら西麻布で一軒建てられないんですよローンはくまへんああ間取り200平米土地は平屋ああ車なんて乗ってますかフェラーリ車子証面おりますかおりませんシェルター作ってください予算は2億5000万3億どうですか ちちょっっとと社内に持ち帰てて検検討討させていいいたただきたいと思います。検討したんで今すぐ決めてうんローン組まへんでこんなお客さんいるのに誰も営業に来やがらへんねんで僕の目を見てこんなことを言う人いるんですよ富裕層ってどんな人ですかねって聞くんです僕にそうですね 大きい家住んでてすごい門構えの家に住んでてなんかポルシェとかシルバーのベンツがクラン止まっててなんかドーベルマンが門前に行っすよみんなね大富豪とか億万長者というのはあ大富豪別ですけどすいません億万長者というのはあまり大きい家に住んでいないという現実知らないんですね。普普通通ののの冷蔵庫の中に普通のもの食べて たまにままにのラーメン食べててとかやっすすよ、はい、<laughs> ありますなんせあのこの富裕層とかっていうのをリーチしていこうと思ったら富裕層の友達以外だったらまずリーチできないですねはいどうでもいいですけれども富裕層もし欲しかったら紹介しますよはいその代わり泥塗ったら命落とそうと思ってくださいねはい4つ目3万円から5万円以下しかもこれ1回の広告費を広告費を テストマー,ケーしてください要するに1回の広告をもう10万とか20万とか最近多いですね PPC とか SEO の対策やりますよ電話かけていたことあると思いますけれども月々3万円の管理費でいかがですかって言われますけどなんでお前 SEO の業者やのに電話で営業してくんね SEO でリーチしてこいよ SEO 業者やったらって思うんですよ僕 <laughs> すごくインターネットの会社ですよね インターネットでリーチしてこいよって僕思うんですよ非常に、ね、こうポスティングの会社だったら別にポスティングでいいよああでも逆なんですよオフライン使っておけ大切なお客様にのみリーチしますよっていう会社がウェブを頑張っていてウェブで頑張らなあかん会社が電話営業してきてなんですよこっちはみたいな三河はコンサルじゃないんですからこっ <laughs> ちはみたいな増田、ま、さ,さん ぜひ4社はこの国いいですよ何でお前それウェブで言うてけえへんの言うてうんいつもわからないですこれがはいあの3万円から5万円以下の広告をやってくださいってことですこれははいで最後今のお客様の傾向と属性を知りまとめ国ですね要するにまずは自分の既存客もしくは買ってくださったお客さんたちにどういう経緯で買ったんですか 何が決め手となって買いましたか何が決め手となって来始めましたかって必ず聞かないと新規集客の広告作れませんよ。いいですかだから広告の内容が お客さんの数を決めていくっていうふうに僕も思ってましたけれども全然違いますね属性があります自分たちの顧客の属性はどんなもんなのかっていうことを必ず見ないといけませんよろしいですかはい。上から五つ着実に毎月もしくは毎週実践していくとまず新規に困ることはありません はい。ちょっとねあの言葉書いてほしいですけれどもマーケットスケールって書いてくださいマーケットスケールこのマーケットスケールというものが何なのかといったら自分たちの今商売やっててその商品とかサービスが 欲しいという見込みのある人たちは地域に大体どれだけいて何クリックされてるかっていうことを調べるのがマーーケケットスケールです先ほどの1時間にも申し上げましたけれどもまあそもそも このマーケットスケールゼロのところに頭から突っ込んでいって根性で何とかしようと思った人結構多いですよ。で、それダメ根性じゃどうにもならんはいよろしいですかまずそのキーワードみたいなんが自分たちの市場で調べられてるかどうかを調べてからビジネスの開始をしてくださいうん、なんか多いですけれども この僕仕事してて問い合わせてくるのが雑貨屋なんですと雑貨屋ですけどもどうあたり流行りますかって何その質問と、うん、誰を対象にしてるんですかって言ったら雑貨を欲しがってるお客様ですとだから雑貨を欲しがってるお客さん誰なんですかって言ったらいやどこにもない珍しい雑貨屋だからそれ誰、うん、聞くんですけどずっと堂々巡り肩こりの 専門にしいや肩がもう凝って凝っていやだ2回言えばいいってもんじゃないねんと <laughs> そういうこと言うてないその人人は誰誰肩凝ってる人誰ちょっと目が合いましたんで那須さんと目が合いましたんですけれどもパソコン教室を受けたくて受けたくて困ってる人誰 おじいちゃんおばあちゃんで言いますけど、おじいちゃんおばあちゃんですか本当に。どこに住んでるおじいちゃんおばあちゃんですか何歳代ですか死にかけてるんですか字読めますか字読めへんのに、ちっちゃいちっちゃい字でリーチしてたら、もう反応率ないですよ。とかね。属性知ってください。自分たちの今まで来てたお客さんの属性。うん。まずね、 ターゲティングってありますけれどもこのターゲットマーケティングがマーケティングの中でで最も重要なんです誰がお客さんって的確に分かってなかったら次のお客さん集めれへんやん集められへん、はい、新規集客のお新規集客の質問っていうのがありますけれどもこれ ちょっと皆さん2人1組ペアになって練習してほしいですけれども2人1組ですか2人1組しなかったら3人1組で結構です1つ目あなたの商品は何ですかこれを10秒で説明してください2つ目それは誰のためだけの商品ですか3つ目その人は具体的に誰ですか実在しますか4つ目マーケットスケールはどの程度ですか 5つ目、その顧客が買わなければ狂っているという提案内容は何ですかこれを2人1組で練習してください。お願いいたします。どうぞ。